鉄の細道てっぺとタブでございます。はい、2020年9月21日11時過ぎたところですね。はい、はい、いつもの場所に来ております。はい、2ヶ月ぶりですかね。はい、またノースゲートビルディングの上から梅北新駅の模様を眺めておりますけれども、はい、何か変わりましたかね。これ着々と、はい、この大阪地下新駅の工事も進んでいると思うんですけれども、はい、この他もですね、まあ、そんなに大規模では、まあ、大規模かな、ある意味大規模かもしれない、うん、大阪駅周辺ではですね、はい、駅改良工事が進んでいるところがありますんで、はい、改良工事の現場を見てみてですね、はい、将来どんな姿になるのかなみたいなものも合わせてご紹介というかご案内できたらなと思っております。はい、はい、では行きますか。レッツゴー。はい、はい、あ、電車来た。お、いいですね、これ。なんだこれ。サンダーバード。ありがとう。はい、すみません。はい。今、大阪駅の駅ビルですね。はい。ルクアイーレの一番西端の方に来ておりますね。はい、あ、ごめんなさい。こんな感じですね。はい。はい、北側を見ますと、北ヤードがあってですね。はい。ちょうど、新駅の建設工事が。はい、工事現場が見えるかなという場所になりますけれども、はい、向こうに P って書いてある駐車場が、はい、ステーションシティの駐車場があると思うんですけども、うん、あのビルとその道路との間にですね、1個ビルを追っかけてやろうということで、こんなビルですね、はい、こんなビルですね、はい、こういうビルをですね、2024年の秋までに建ててやろうということで、今 JR 西日本が計画をしております。はい、ビルの建設と合わせましてですね、大阪駅、そのビルのところを貫通してですね、はい、新しく西の改札、西口ですね、西口改札口を作ってやろうという。今ちょっとカメラに向いてるあたりなんですかね。ですかね、はい、はい、そういうことも合わせて計画されております。あ、で、西口改札口の新設と合わせてですね、はい、ついでにといったらなんですけれども、はい、梅北新駅が大阪駅と同一駅扱いされるということになっているんですけれども、うん、その梅北新駅の地下駅と、はい、既存の大阪駅を結ぶ地下通路も合わせて建設されることになっております。改札内のこの連絡通路と新しい改札口の暫定供用は2023年の春に開始されるということで、あと2年半ぐらいしましたら貨物線の地下化が完成するタイミングになりますけども、うん、そのタイミングでまず地下通路ができてですね、はい、その翌年の秋になるんですけれども、新しい駅名が開業するという形、さっきの青色の、はい、ちょっと長細いんですけど、ね、この辺りにできるビルみたいです。今日も JR 大阪駅をご利用だ。あそこ日本郵便なんかが持っている土地なんですけれども、はい、そこにもですね、大規模なビルが建てられる予定になっています。ほうほう、地上39階建てで高さ188メートルです。なるほど。で、どんなビルかというと、はい、あ、これね、ありがとうございます。完成予想図ですね。はい、はいはい、これがここに建つよと、はい、いうことですね。はい、これが建つのも2024年3月ということになってましてですね、はい、こちらの JR のビルが2024年の秋に完成予定になっていますけれども、まあ、それに先立つこと半年ですね、はい、約6ヶ月前にこちらにも、今映していただいているクレーンが建っているところにも新しいビルが建つよと、はい、で右側グループを見ていただいて、はい、線路の北側ですね、はい、こちらにも新しいビルが建つよと、はい、なるほど。で、その間にですね、はい、新しい改札口ができるよと、ですね、ちなみにですね、新しいビルが建って、改札口ができて地下通路ができた時のイメージ図はこれで西側から見たイメージになります、はい、まあ、ここにすいません、はい、イメージパースと、なるほどなるほど、はいはいはい、地下通路があって新しい大阪駅と今の大阪駅がつながる、ここが日本郵便のビルですね、はい、まあ、ここ JR のビルはちょっと、はい、見えませんけど、ここに JR のビルが建つという形になります、はい、この上でしてたんですけれども、はい、その階段を1階に降りてきて、はい、右階でこの道路を通ってるんですけども、はい、この道路の向こう側に新しいビルが建つという感じですね。あ、この辺りかな、多分ね、はい、ここに JR の高架下ですけれども、はい、マルビという商業施設があったんですが、はい、まあ、これも先ほどの工事の関係で、はい、8月30日に閉館ということで、まあ、さようならって書いてますけど、なるほどね。でですね、ここに、梅山工事という商業施設が、はい、
JR のガードの南1階にあるんですけども、はい、これもプレスが出ましてですね、はい、21の1月22日には閉館と、はい、なるほど、はい、これも封鎖されます。ここは新しい日に建つんですけど、これ今なんか残ってますよね。そうですね、うん、これが何かというと、はい、昔の大阪中央郵便局っていうのは結構昭和の時代の名建築というか、はい、残しておかんともったいないような建物だったらしいんです、はい、まあただそれをもう全部残してしまっては解体で、開発できなかったんですけど、うん、まあせめて一部でも残しておこうということが、はい、残されているのが玄関部分ですかね、はい、この構造物になります。あ、なるほど、でですね、はい、JR 大阪駅はここにあって、はい、北からで我々ここら辺に構造物が残っているんですけどね、はい、これ確か動かしてですね、こう北の方にずらすとかなんかに話しなかったので、まあ何ヶ月かしたら場所変わっているんじゃないかなと思うんですけども、ね、なるほど、じゃあ楽しみにしておきます。でこの辺もですね、なんか上にペデストリアンデッキができて、はい、向こうの あのやつね、はいはい、あの大丸の方とつながったりとか、はい、ということでですね、はい、まあ、まあ歩行者デッキなんかもできて、地下に地上にいろんな動線ができるようになるという、楽しみですね、はい、ここにその40階建てぐらいのビルが、そうですね、ビルが建って、はい、でここ歩道橋ですね、歩道橋が、あ、はい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 、あ、だからこのまあ、このこっちのビルとこっちのビルが空中の、はい、歩道橋でつながるかもということですね。ちょっと楽しみです。どうやって この部分が広げてる部分だということですね。なんかこの先行ったところにあの串カツ屋さんがあった気がするんですけど、あそこも含めての拡張工事みたいですね。僕らこの辺りいるんですけど、これがもっと広く、ここの赤のところ、ああ、3倍ぐらい、これで見ても、ね、はい、1、2、3、ここまで通路が、はあ、なるほど。でなんか ちょっとそっちに、ね、完成予想図が、はい、これこうなるらしいですね。今ちなみにこんな感じです。阪神梅田駅に来てます、はい、右側から1番線、2番線、3番線、3番線ちょっと足は向こうで見えないですけど、ね、はい、4番線という順に並んでます、はい、まあ、まあまあの規模のターミナルですけども、うん、まあ、いかにもちょっとホームの幅が狭くて、うん、手狭な感じがします、はい、まあ、ここができたのが昭和のですね、もうかなり前でして、うん、昭和14年になりますんで、もう80年ぐらい前にこのホームができたということになるんですけども、さすがに手狭になってきているということで、今拡張工事中です。お、具体的に言いますと2番線の特急止まっているところと4番線止まっているところの間に、まあ、3番線あるんですけども、はい、そこの線路を潰しましてですね、はい、ここを新しいホームにすると。おで今の2番線が新しい3番線になって、はい、今の右端ですね、1番線が新しい2番線になる。あ、そのさらに右側にもう1個線路を作って、ホームを拡張して新しい1番線にしようと、こういう計画になっています。ちょっと1個ずつこうずれるみたいな感じなんですか。そうです、4番線そのままですけれども、はい、今途中止まっているところから右側は1個ずつずれていくという形になります、はい、で一応完成予定がですね、はい、これも2022年度末ということで23年春ですよね、要するに、はい、になっております。つまり新しい大阪地下駅ができるのと同じタイミングということで、はい、その後には、まあ、さっきもご紹介しました新しいビルもどんどん建ってくるということでですね、まあ、2023年にかけて、はい、この界隈、大阪駅のあたりというのは大きく変わってくるのかなというふうに思います。でですね、まあ、2023年と24年って言ったんですけれども、はい、実は鉄道の駅には直接関係ないんですけれども、その前年、うん、2022年春にもですね、はい、ちょっと新しい大きなものができますんで、
最後にそれだけちょっと簡単にご紹介したいと思います。阪神百貨店の前の歩道橋の上にやってきました、はい、阪神百貨店ですね、はい、ありまして、でどっちに回りましょうかね。左にぐるーっと回していただくと今度こっち阪急百貨店ですね、はい、と巨大なビルが見えます、はい、でさらにぐるっと回ると大阪駅があって、はい、さらに左から行くと大阪駅のターミナルビルですね、はい、これがぐーっとそびえてます、はいはい、でさらに左の方に行くと、まあ、西梅田のビル群が見えまして、はい、で一番手前の左からですね、竹中って書いてますけれども、はい、上の方行くとクレーンが立ってますよね、はい、新しいビルの建設中ということで、大阪梅田ツインタワーズサウスということで長ったらしい。ノースがさっきの阪急の方ですけれどもね、なんですけどサウスというのは今工事中です、はい、これも38階建てのビルになる予定で、はいはい、完成が2022年の春ということになりますね。まあ電車と直接関係ないですけど、一応阪神さんがやってある、まあ、阪急阪神ですけども、はい、やってある工事ということでご紹介します、はい、で道路の方を見ていただきますと右側の方ですね、はい、路面工事してますけれども、はい、あの下で、先ほど見たかどうかあれなんですけども地下の工事、地下通路の工事してたと思いますけども、あの部分で地下通路の工事も行っているということになります。まあこの先、3年ぐらい3、4年でですね、うん、ここから見る景色がまた大きく変わってくるかと思うんですけれども、うん、まあさらにちょっと右側の方に戻っていただいて、ヨドバシって書いてあるところですね、はい、まあそこヨドバシカメラのビルですけれども、上の方は阪急阪神系のホテルが入ってますね、はい、レスパイアだかなんだか言ってたと思うんですけれども、うん、まあそれが入ったということでですね、さらに右側に行っていただくとホテルニュー阪急って見えますかね、はい、新阪急ホテルですね、あそこがあるんですけど、あれはちょっと古めかしくなってまして、もう建ってから50年ぐらい経つんですけれどもね、そういうのがあります。で新しい淀橋の方に阪急阪神系のホテルが入ったということでですね、はい、ひょっとするとその次はあそこの新阪急ホテルが建て替えになるのではないかという噂もありますね。まあ、そういうこともあって、まあ梅田駅の周辺、大阪駅の周辺の景色というのはこれからもどんどん進化、はい、変化していくのかなというふうに思います。はい、というところで、今日のちょっと街歩きになっちゃいましたけど、半分、お話は締めさせていただきたいと思います。はい、鉄の細道鉄平と、はい、タブでございました。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。